こんにちはスタイリストの応援主です今回のテーマなんですけども大人のスポーツウェアについてお話をしてみたいなというふうに思っています、まあ、こちらのチャンネルでは意外とですねスポーツウェアだとかトレーニングウェアについてそんなに語ったことがないと思うんですね まあ僕たち大人世代がちょっと運動をしようかなという時に果たしてどんなものを着ればいいのかここはですね結構悩んでる方が多いかなと思うので今回はですねスポーツウェアをユニクロだけで選んでですね実際に並べてみましたこちらを僕自身が実際に着ながらですね大人のスポーツウェアの選び方とコーディネートについて解説をしてみたいなというふうに思っています僕もですね気づけば30代後半なわけなんですがやっぱりですね運動不足になるんですね まあ20代の頃はランニングをしたりだとかジムに通って筋トレをしたりだとかそういったこともです、ね、頑張っていたんですが。 30代中頃からですねだんだん仕事も忙しくなってくるし家族と過ごす時間を大切にしていくとなかなかですねそうなると以前はですね気軽に走りに行けたりだとか筋トレもですねジムに通ったりできたんですがなかなか時間が持てなくておさぼい気味なわけなんですけども、まあ、改めてですね30代後半これからも元気に過ごすためには日々のトレーニングは結構重要なのかなというふうに思っています。 ただですねこのスポーツウェアだとかトレーニングウェアに関してはどこのお店でどんなものを選べばいいのかがなかなか難しいかなと思うんですね。まあ、確かかに苗木ですとか アディダスススでですすとととかかあと僕が大好きなノースフェイスですとかこの辺りのブランドを使えばかっこいいスタイリングというものは組みやすいかなと思うんですがやっぱりネックががありまして値段がですねねどうしても高いんです、ね、ですすのでウェアを揃える時点で心が折れてしまう方も少なくないかなと思うので、まあ、僕たちにとって一番身近で買いやすいですねユニクロというところをフル活用しながら今回はスポーツウェアを僕なりに組んでみたので是非皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべく分かりやすく解説をしていますもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画がありますのでそちらの方もですね下の説明欄にリンクを貼っておきますのでよかったらチェックをしていただければなという風うに思っていますそれでは早速こちらの服に着替えてみたいと思いますはいということで実際に着てみましたどうでしょうか まあ今回はですね全部ユニクロで購入してきたものなんですがなかなか良いものが多かったので皆さんに1点ずつ解説をしていきたいなという,ふうに思っています。まず、ですね一番上に来ているこちらなんですがポケットブルー UV カットパーカーというものなんですけどもこれがですねなかなか良かったんですね。 まあ夏に関しては上半身はですね T シャツ1枚で十分かなと思うんですが、まあ、それ以外の季節は春ですとか秋ですとか冬に関しては何かアウターがあった方が便利かなと思うんですね、まあ、そんな時にどういった羽織り物があるかなと思って見てみたんですが僕の中ではですねユニクロのブロックテックパーカーがこのジャンルにおいては完璧な仕上がりかなと思っていまして、まあ、実際に所有もしていますし今回もご紹介しようかなと思ったんですが たたまたまですね店舗でこちらの商品を見つけてなんかこれちょっと気になるなと思って着てみたところ意外と良かったんですね、まあ、ポケットブルパーカーというのはですね、まあ、ユニコーの中でも定番のアイテムになっているので皆さんも知ってらっしゃるかなと思いますし中には持っている方もいるかなと思うんですがこれはですねちょっと色が変わっているんですね。 まあ見ていただくと分かると思うんですがちょっとムラ感のあるような色使いになっているんですね、まあ、いわゆる榮大,大柄と呼ばれるような絞り染めしてあるような雰囲気のです、ね、色使いになっています。 まあ色に関してはこちらはダークグレーという形になっているんですが、まあ、ダークグレーと言われればそうなんですが僕にはですね、ダークグリーンに見えるんですね、まあ、そのような曖昧な色使いがすごく上品で意外とですね、単色のものもいいですが上半身で遊びを出してあげるのもいいかなと思いまして今回は思い切ってこちらを購入してみました、まあ、見ていただいてわかるとおりちょっとですね、ユニクロっぽくない感じがするかなと思うんですね。 まあ僕はユニコー服を選ぶ時に基本的に柄物は選ばないようにしてるんですねなるべくベーシックなものを選んで、まあ、ある意味で当たり障りのないものをです、ね、チョイスすることが多いんですけどもこちらに関してはちょっと攻めてるんですけどもだけど品がよくてなんかおしゃれな感じがしたので僕は買ってよかったかなというふうに思っています、まあ、前々からです、ね、ポケットブルパーカーというものは知っていたんですが、まあ、実際に買ってみるとめちゃくちゃ軽いですよね。 そしてストレッチも効いているのですごく動きやすいのと、まあ、デザイン自体もシンプルですごく使いやすいですねその上でこのようなちょっとしたですね柄で遊んでみるのもなかなか楽しいかなと思うのでぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています今ちょうど撮影しなががらモニターを見てるんですが やっぱり遠目で見ると僕にはちょっとダークグリーンに見えるんですけどもこのような色合いというのもですねちょっとした差し色にはいいかなと思うのでぜひ皆さんもトライしていただきたいなというふうに思っていますそして下半身もちょっと見ていただきたいんですがなかなか今の画角ではですね見づらいかなと思うのでちょっとですね椅子の上に乗っかってみたいと思いますこんな感じになってますね まあ上半身に関しては色を取り入れてるので下半身に関してはなるべくシンプルにしたいなということでボトムスに関してはウルトラストレッチアクティブショートパンツというものを選んでいますこれはですねまあ、デザイン的には特に特徴がなくてめちゃくちゃベーシックな作りになっているんですけどもまあ、これまたすごく軽くてストレッチがめちゃくちゃ効いてるんですねまあ、縦にも横にもストレッチが効いてるのでめちゃくちゃ動きやすいですね これであればランニングでももちろん使えますし、あとは筋トレ系のスポーツにもですね、十分使い勝手がいいのかなというふうに思っています。めちゃくちゃ使いやすいですね。まあ、デザインがベーシックでなおかつ機能的というところで、このパンツはもう全男性が持っておいていいぐらいですね、快適なものなのかなというふうに思っています。まあ、今回は僕はタイツと重ね着をしてますが、夏場に関してはこれ1枚をですね、 部屋着として使ってもらってもいいかなと思うぐらい様々な使い道があるかなと思うのでこちらはですねぜひ皆さんにお勧めしたいかなというふうに思っています下手に色物を選ぶよりはブラックで引き締めてしまった方うが、まあ、どこのブランドかわからないような雰囲気なので僕はいいのかなというふうに思っていますそしてタイツなんですけどもこれもですねかなりいいんですけどもエアリズムのですね UV カットのサポートタイツになっているんですね これがですね、ちょっと前から気になっていたんですがオンラインではちょっと売り切れになっていましてようやくですね、春夏物が入荷したので急いでこちらを購入しました、まあ、いわゆるですね、サポートタイツという形で、まあ、これを履くことでもちろん暖かいというのもあるんですが運動する上でのパフォーマンスを上げてくれるというような、まあ、かなりこうタイトな作りになっていまして 足をキュッとです、ね、引き締めててくれるるようななタイツになってるんですね、まあ、このようなサポートタイツというのはですね僕もランニングをするときによく履いていまして以前はスキンズのものを使っていたんですけどもああいったものって少なくとも5000円以上したと思うんですね高いものだと1万円を超えることも多かったんですがさすがその辺りはユニクロです、ね、2000円前後でこれぐらいコストパフォーマンスがいいタイツを出してくれているのでこれも買いなのかなというふうに思っています。 ランニングですとか筋トレの際に僕はですねこのような重ね着が好きなんですねロング丈のパンツよりも基本はタイツを履いてそしてその上にショートパンツこのようなスタイルが基本的には多いですこれは意外と季節を問わずそうで秋冬に関しても下半身はこのまま行くことが多くて 春夏に関しても真夏のすごく暑くない時以外は意外とタイツを履くことが多いので、まあ、下半身はですね、なるべくシックにシンプルにですね、このように合わせるとバランスがいいのかなという,ふうに思っていますでランニングシューズに関してはさすがにユニコで選ぶことができなかったので、えー、と今回もですね、僕が普段から愛用しているエアマックス97ですねこれをそのまま履いてしまっています。今履いててるるのは撮影用に使っているエアマックス97なんですが、 もう一足ですね普段履く用のエアマックス9 7がありましてそちらをですね僕は普段履きにしながらもうトレーニングの際もそのまま走りに行くようにしてるんですねしっかりとエアも入ってますしタイトな作りでランニングにも適しているので、まあ、十分ですねスタイルとしてもはまりもいいですし履き心地という部分でもですね安心感があるのでエアマックスで合わせるようにしています下半身はこんな感じでなるべくシックにモノトーンでまとめるようにしていますそして欠かせないのはこのアップルウォッチですね まあ、ランニングをしている間というのは結構、暇なので何か音楽を聴いたりだとかあとはポッドキャストを聴くことが多いですね、まあ、いわゆるインターネットラジオというやつで、まあ、それを聴きながら走っていると有効な時間の活用ができるので意外とと便利だなといいう,うに思っています。僕は AppleWatch を使ってあとは AirPods をしながら走るんですがそうするとランニングの辛さというところですね、少しは軽減できるかなと思うので、まあ、これも今っぽいですね、ランニングの1つのツールになっているのかなという,ふうに思っています。 そしてこのアウターの内側にもですね、ユニコーンの T シャツを着ているので、ちょっと前を開けてみたいと思います。はい、こんな感じです。T シャツはドライ EX クルーネック T シャツですね。これもですね、めちゃくちゃ快適なんですね。で色の感じも見ていただきたいんですが、今回はブルーを選んだんですが、 すごくです、ね、ムラ感のあって綺麗なブルーになっていてめちゃくちゃ雰囲気いいなと思いましたユニクロのスポーツウェアって僕の中ではそんなに見ることがなかったんですがかなりデザインもいいし機能性が優れているものが多いんですねこの T シャツも雰囲気的にはなんかこう苗木にありそうなような雰囲気でデザインはベーシックなんだけども色の表現が綺麗だったりあとはムラ感ですねその雰囲気がすごくですね上品なので僕はすごく気に入っていますね まあ上半身にちょっと色合いを出しながら下半身で引き締めるというのが僕の中では鉄板のスポーツウェアのコーディネートなんですけどもこのアウターを脱いで T シャツ1枚の時にもですね決して地味になりすぎないのですごくこの色の T シャツはいいのかなというふうに思っていますもうこれもですね生地の感じめちゃくちゃ気持ちいいですね。 汗をしっかりと吸ってくれてすぐに乾く速乾性もあるような生地になってましてやはりですね機能性というところはピカイチでいいですねしかも金額が1000円台ということでまあなかなかですねここまでコストパフォーマンスの高いスポーツウェアというのは他にはないのかなというふうに思っています。 やっぱりユニクロぐらいの会社の規模になると日々、ですね商品の改良がされていてどんどんですねクオリティが高まっていくんですねそうなるとスポーツウェア専業ブランドにもですね負けないようなものがどんどん生まれてくるなというのを改めて実感をしましたですのでできればナイキだとかアディダスだとかノースフェイスで買いたいけどここは妥協してユニクロで買うかっていうようなネガティブなイメージというのはですね今回、僕の中では完全に抜け去りました。 むしろユニクロだけでも素敵なコーディネートは十分組めるのでぜひ皆さんにもです、ね、今回の動画を参考にしながらスポーツウェアというものをです、ね、組んでいただければなというふうに思っています。はいということで今回の動画では全身ユニクロでスポーツウェアのコーディネートを組んでみたわけなんですがなかなかです、ね、バランスのいい着こなしが完成したかなというふうに思っています。 とは言ってもユニクロの商品のどれもがおしゃれというわけではないのである程度ですね、厳選する必要があるのかなというふうに思っています、まあ、今回の中では僕はですね、このポケットブルーパーカーがめちゃくちゃ気に入りましたねこの代替柄のムラ感がすごくいい感じですし色合いもですね、めちゃくちゃ良かったので僕の中では新たな発見になったわけですねぜひ皆さんも今回の動画を参考にしながら、 まずはある程度ですねウェブで目星をつけながら店頭で試着をしてみることをお勧めしたいなというふうに思っています今回僕はこちらの代替柄のものを選んでいますが他にはですね先ほどもちょっと触れましたユニクロの大定番であるブロックテックパーカーもですねやっぱりですね使い勝手もいいですし年々進化を重ねているのでそういったもので置き換えてもらうのも良いのかなというふうに思っています こういったスポーツウェアが素敵なもので揃えられると運動のモチベーションも全然変わってくるかなと思いますので是非皆さんもですね、この機会にスポーツウェアとといいいいううものを新調しててただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて使いやすいアイテムですとかコーディネートについてどんどん解説をしていきたいなと思っていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。